はようございます。アキラのゲームこと滞在 X の実況です。はい、というわけで明日9月8日のメンテナンスで水着レビアタンのガチャが終わってしまいますので、チケットが余ってますので一気に回していこうと思います。では参りましょう。はい、それでは水着レビアタンのガチャ回していくんですけども、根拠もですね9月8日のメンテナンスで終わってしまいますので、こちらも回していこうと思います。で、今現在ですね、僕がね石が5060なんですよ。この根拠召喚スクロール150枚のですねパックが買えないんですよね。これ先週サリエルさんのですね時にね使っちゃったからないんですけども、分かってたことだけどね、頑張って貯めたんだけども間に合いませんでした。なのでもうこれは我慢します。ただその代わりこちら景品交換所の方で根拠のかけら10個で真夏レビアタンの大破の方のセットをもらえますので、なので今回とりあえず合わせて100連になるように回していって、そのガチャの結果大破壮絶水晶がね揃ってたらもうこれ交換はせずにですね、こちらの魂のエッセンスとかっていうのをまあ優先していこうと思うんですけれども、とりあえずは根拠ガチャの方回していこうと思います。で、すでに無料で17回回してます。チケットが42枚あります。ということは59までは石を割らずに回せると、残りの41をですね石で回していったら100連に達しますっていう感じでいこうと思います。では行きます。とりあえずチケットで2回行きますね。で、まあね、いつも言うことですけども根拠ガチャはですね、あのね素材集めです、ほぼほぼね。では10連行きます。はい、で、まあその結果ね、根拠を揃えりゃそれはもちろん一番いいんですけれども、なかなかそういうわけでいかないですからね。あ、でもぼちぼち落ちてるな。大破壮絶で落ちてくれてますね。で、チケットもね結構配られるし、明日明後日もですねまたね無料のガチャの方が来るんですけどね、今撮ってるのがこれね月曜日の深夜に撮ってますからね。まあそれはそれとて、とりあえず今日は切りよくですね100連になるように引いていこうと思います。ぼちぼち来てんな。チケットが終わりましたんで石を使っていこうかなと思います。ん、次のステップまで5回だな。僕何か計算間違いしてるな、ね、今現時点でかけらいくつなんだ。ちょっと受け取っておきましょう。4つ受け取りました。なのでショップ行ってちょっと確認しよっか。今僕5つ持ってます。5つ持ってるということはあと50連しないと真夏のレビアタン壮絶大破根拠セットはもらえないので、あと45回だね。あと45回回さなきゃいけないんだ。ってなると2400足す350で2750か。なのでまあ半分近く使っちゃいますけれども、まあ致し方ないのでね、水着レビアタン強いからね、根拠を揃えておきたいからね、使っていこうと思います。とりあえず単発で5回引いて、その後10連を4回いきます。では単発で5回いきます。はい、では単発5回終わりましたんで、あと40連回していきます。さあ来い、ね、まあぼちぼち根拠も揃いつつね、ルチアーナさんもですね、まあ、揃いますからね。で、まあ、それでもって装備もさせてみて、いらんやつ売ればですね魂のエッセンスにもなりますからね。あと10回だね。あと10回いきます。というわけで合計で100連になるように回しました。ではとりあえずこちらの根拠をいただきまして、水着レビアタンの根拠を装備させてみようと思います。装備、あ、こっち揃ってない。大破装絶揃ってるね。これはこれは揃ってるかあるぞ。これ、あ、揃ったな。揃いましたな、ね、ここだけがですね、真ん中だけがですね壮絶じゃなくて上質だけども、とりあえず揃うは揃いました。で、右側ですね、こちらがここある。で、真ん中前から持ってたんですよ、ね、いつもの無料で出てたんで、ここも揃うには揃いましたね。とりあえず揃いました、上質になるけどね、壮絶1個だけだけども、揃うには揃いましたね、まあ、これはこれで OK にしておきます。で、本ちゃん、水着レビアタンのガチャがですねチケット93枚ありますので、これも回していこうと思います。でも水着レビアタンですね、僕は3体加工してですねスキル覚醒も2段階まで終わってるんですけれども、さらに、被らしていきたいなと思います。ではお願いします。単発3回いきます。まあ、この辺多分ねサクサクいくと思うんだけどね。サクサクいきますよ。はい、じゃあ単発3回終わりましたんでチケット90枚使っていきます。お願いします。まあここで1体来たらめっちゃ美味しいけどね、めっちゃ美味しいけども、さあ来い。さあ一発目どうかな。何もないパターンこれは。はい、次いきます。お願いします。さあ来い。ハート確定は最近見ないなあ。もう飛ばしちゃった。どうなんだろう、結果わかんない、結果わかんない。これは何もなかったね。はい、次いきます。
ね、あのね、渦でね、渦で魔王かどうかはね、ほぼ確定くるからね。さあ、渦来い。すごい渦来なかった。来なかったよ。次行きます。さあ、お願いします。さあ、来い。来ないね。ないね。確定来ないね。来ないね。どんどんなくなっていくぜ。まあもうすでにですね、3体出てるんだからね、仕方がない。仕方がない。おっと来た。ハートはいただきましたよ。ハートからの、あ、これはあれだね。魔王じゃないやつですね。星ごま星でしょう。さあ、何が来たのかな？誰かなと。名前を思い出せるので出しておきます。はい。あの子です。では行きます。まあ、星ごま星がね、来てくれたら来てくれたで、スキル覚醒したらですね、ソウルリンクが上がりますんで、もう少しでですね、ソウリンク。少しですね、ソウリンク。僕で、おっと、また確定。これは、お、来た！ありがとう！ありがとう、来ました。ありがとう。ありがとうございます。さあ、もう飛ばしていっちゃおうかな。これは。はい。さあ、ね、もう確定だから、これは。ありがとうございます。水着レビアタン1体来てくれました。これはありがたい。残り30枚いきます。いやー、やっぱね、チケット回しとくべきだよね、忘れずね。ありがたい。嬉しいよ、これは。ね、あのハートの確定だけだったらね、わかんないからね。ここはまあ、ないわなと。あと20人いきます。さあ、来い。お願いします。からの、おっ、またハート来ました。ハート出ますね。では、これは星ごま星ですね。ごま星のプニカでした。ラスト。いきます。ラスト10連。さあ、来い。何かな？ここはハートはなし。からの、渦もなし。何もなしと。では、交換アイテムも受け取りまして、9個いただきました。で、ちょっとショップで交換所見ときましょうか。で、合計で、かけらも水鉄砲もね、10個ずつもらいましたんで、とりあえずこの辺はですね、強化トレーナーとか、高感度アイテムとかと交換していきます。で、問題、かけらですよね。魂の施設と交換したらね、他に使えないからね。ルチアーナの、ね、根拠セットと変えるかどうかっていうのはですね。あ、ちょっとまた、こちら、奥の方行ったらね、選択パックありますね。銃で壮絶超大派の選択パックありますね。中心の壮絶超大派1を攻撃パーセント、体力パーセント、防御パーセントから1つ選択して獲得できる。1ってことは僕、上質だったんで、これ交換しやすいですよね。2と3に関してもですね、選択できますんで、とりあえず、1を受け取りましょうか。では、壮絶超大派の選択パック、これ受け取っちゃいましょう。受け取ります。これですね。これが体だから体力なんだね、これは。ね。で、これは、こうだから攻撃力。で、これは、棒なんで防御力。なので、ここはですね、攻撃力と僕は交換しておきましょう。ね。水着レビアタンはね、もう完全火力役なんでね。では、これで攻撃を受け取ることができました。で、水着レビアタンが1体来てくれましたんで、これをスキル覚醒しておきます。3段階目、あざす。はい。というわけで今日は明日のメンテナンスで終わってしまいます。水切りベアタのガチャと水切りベアタの根拠ガチャを回してみたんですけれども、まあ、結果根拠のはですね、天井まで回すことができないんで、すべてを揃うことはできなかったんだけども、まあ、ガチャと選択パックもらいましたんで、そちらの方でですね、ある程度揃えたんで、まあ、それでいいかなと。で、何よりも本ちゃんのガチャの方でですね、水切りベアタが来てくれてですね、スキル覚醒ですね、さらに1段階上げることができましたんで、もうこれはこれで、かなり良しとします。で、明日は水曜日なんでね、定期メンテナンスが来ますんで、まあ、その結果またですね、また新キャラが来ると思うんですよ。ね、で、まあ、その結果が出るのが多分午後からなりますんで、それからまた動画を撮って更新しようと思いますので、よろしければチャンネル登録をお願いします。で、今日のガチャの結果良かったなと思っていただきましたら高評価をお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。